はい、久しぶりにチャイロ、今日午前中だけ晴れということでやっていきます。ちょっとやって、まだもう朝早くからやろうかなと思ったんですけど、今9時、オイル交換終わるかなと思うんですけど、まあいいや、ちょっと、オイル交換、ここですね、このドレンボルト、ここ、ドレンボルトですね、このドレンボルトから、まあ、オイル回してエンジン温めてからオイルを抜いて、ここがチェックボルトかな、チェックボルト、ここからオイルを入れる感じになります。まあまあオイル交換動画ねいっぱいあるんでね、まあ、一応定番のオイル交換やっておくんですけど、まあ、ここ規定量書いてあります。ここに規定量ね、こんな感じです。で、これゲージ、オイルレベルゲージっていうのがないんで、私の場合は、ここね規定量あるんですけど、特にみんな測るの持ってなかったら、これ溢れるまで入れてボルトを締めると、それで大丈夫です。大丈夫ですね。で、まあ、通常はエンジンを温めてからなんですけども、今日普通のオイル交換動画だと、これここから抜いてなんか超簡単みたいな感じでいっぱい出てるんで、ここから抜いて、ここから入れる、ここから抜いて、ここから入れるみたいな感じですね。チェックボルト変えてます、アルミのマグネット付きのやつに。まあまあ、ちょっと今日一気にバタバタと。で、今日はちょっと上とりあえず全部バラさないと今日のオイル交換ができないんで普通の人は普通にやってください。徹底的に1年ぐらいもうしてないんですよね、これね。オイル交換やるときはね、なんかね、なんじゃかんじゃで、オイル交換するつもりなくても、ああベアリングやとかってなってくると勝手にオイル交換せざる得ない感じになるんですけど、それで3回4回立て続けにやったりするんですけど、今回は1年か約1年ぐらいもうオイル交換してない状態なんで、交換していきます。で、準備します。あんまり喋っててもね、準備、まず緊張ると虫よけ、今の季節大事です。これがまず大事ですねまず虫よけです。まず虫よけですね。蚊すごいんで、蚊嫌いなんでで、現状ね、ヘッド抱きついてるんです。抱きついてるんですけど、エンジンかかれます。冷めてきたらかかるようになりました。で、一回ばらさなきゃいけないっていうのがあるんですよ。圧縮上げすぎて抱きついただったらまだちょっとかっこいいじゃないですか。なんかかっこいいかどうかわかんないですけどかっこいいかどうか違います。手抜きです。手抜きで抱きついたんですね、このエアクリーナーボックス。ちょっとしかね走らないからいいだろうと思って、ここ差し込んだだけでね結構走ってたんですよ。そしたらね、突然なんですけど、ビーって上がって、おスーパーチャージャーかとかって思ったんですよね。ガタンって音がして、その時はね、あれと思ったんですけど、すげえ速かったんですよ。やっぱ燃料薄い方が速いんですね。やっぱ燃料薄い方が速いんですけど、で、ガタンつって、ウィーって、お、すげえ回んじゃん、エンジン回んじゃん。ええやん、と思ってたら、そのエアクリーナーがね、ボコッと、道路で落ちてたのに気がつかずにですね、ここのボルトをね、止めないで手抜き、差し込むだけでええやろうと思って、やってたんですけどダメでしたね。抱きつきましたこの状態で、これね、まあいいやちょっと抱きついちゃったんですよまあいいや、こんな、まあ、ピストンリングを変えようと思ってたんで、まあ見てみなきゃ分からないですけど、まあ今日多分そこまで見れないと思いますけどね。とりあえず今日は一番手間のかかるオイル交換、普通の人は手間かかんないと思います。やりすぎオイル交換ですね。ちょっとオイル交換していきまーす。あと、まあ、そうだ、こっちの駆動の中の、一
番最後の動画であのオイルシール交換してる様子も見なきゃいけないんですけどね、実際どうなってるかっていうのね。でもまあそこまでちょっと時間があればですけどね、午後から雨なんで、だからいつまでも喋ってないで早くやれよってことですね。いや、イチジクばっかりやってないでジャイロやってくださいとかってね、言われちゃったもんでね、言われちゃったんで、いやね、まあやるんですけど、やるんですけどね、うん、やりますやります、オイル交換、とりあえずオイル交換しまーす、ぐちゃぐちゃ喋ってると時間なくなるんで。はあ、カメラ映ってますかね。あ、上外さなきゃいけないんだ。とりあえずオイル抜きます。オイル抜きながら外すかな。その方が手っ取り早いんか。ここですね。ここのボールと赤いやつは外します。13だったかな、14だったか、15だったか、13だったと思った。これ、あの、チェックボルトは純正かな。どうだろう。変えてます。とりあえず変えてますわ。で、今回使うオイルはこいつです。ギアオイルです。ヤマルーブですね。結構評判的にはいいやつなんで。で、キンチョール、虫除け。もういいって。もういいって。さっさと抜けよう。さっさと抜けよう。ってことですね。はい、抜きまーす。だからね、よくしょ。工具なんぼつった。工具なんぼ13つった。一回止めます。動画長くなっちゃうんでね。はい、工具ね、探すのもね、一苦労なんですよ。ぐっちゃぐちゃだから。これ14っすね。14。で、本当はね、この辺もね、絶対一回、あの、ドレン周りとか、綺麗にしてください。あの、ブレーキクリーナーで、あの、清潔にしとかないと、あんまり、いいことないんで。なんかよくわかんないですけど、やっぱり、あれですね、ヘドロですね。プンっていうか、ヘドロですね。ヘドロですね。まあ、温めてないんで、中で攪拌してないんで、まあ、こんな、ちゃんと温めてからやると。オイル交換を温めてからやると。基本です。このギアオイルなんで、この、温めてやるっていうかね、少し走って、攪拌してから、しないと、沈殿した。あ、ほら、綺麗になりましたね。スケドロドロ、ヘドロでしたね。ヘドロ。ヘドロってなんだよ。まあ、すぐ抜けちゃいましたね。すぐ抜けちゃったっていうかね。あの、回してないんで、全然、オイルって、ほら、温まってないと、柔らかくなんないじゃないですか。水みたいに。水みたいな状態で、一気に、出すみたいなのが基本ですよね。まあ、そんなのお前に言われんでもし分かっとるわってことなんですね。まあいいや、とりあえず上外さなあかんね。ちょっと上ちょっとバラしちゃいますね。ここのナット、タイヤ外してここのナット外したんですけど、なんだかこれが外れない。久しぶりに今パーキングロックも緩めて全部、まあ、パーキングロックかけないとは思うんですけど、全然外れてけ。こういうことってあるんですよね、本当に。あのね、これね、この車両が来た時もね、ほら、久しぶりに外すから、こんな、サビサビですよ。あんまり無理やりやって、ここのシャフトが曲がっちゃっても、しょうがないんだけど。なんで？全然外れてけへん。ああ、マジか。オイル交換するのは言うてるんちゃうんだから。
まあ、梅雨やでってゆっくりしときってことなんですかね。うわ、全然外れない。もうこんなんばっかりや。ブレーキシューが開いてるんですかね。あんまりガンガンやってる。なんでや、出てきたな。ワイヤーも緩めてるしね、抜けないわけがない。まったくもう、サビがすごい。サビが、あ、よし、来た来た来た来ましたね。ここはスプラインっていうんですか。もうやっぱタネ、反対側はね、サビやな。ここまで外すのが多分ね1年ぶりぐらいになるんですかね。たまには外さなきゃダメっすね。外さないともう外れなくなる。でもこのナットが外れてよかったです。いつもこれがね外れなくてね、前だからナットブレーカーでバキッと割ったんですけどね。いやー、こしょ、あー、しんど。たかがオイル交換するだけでこんなにしんどい思いするんだったら、いや、たかがオイル交換でここまでバラさんねえわここまでバラさんやろということなんですけど、どうしよう。チャンバーも外さなあかんか。チャンバーも外さなあかん。これなんぼ。あーと、こっちが遠で14だったかな。こういう動画撮っとるからいつもね1時間とかね1時間動画とかなっちゃうんすよ。まあでもまだジブリにはかなわないですね。この辺のねボルト類、あの、自分で変えてます。頑張ったか。ここ13じゃなかったっけな。俺13なんか使わんから、13だと思ったよな。確か12じゃねえだろ。あ、12やった。適当にね、あるボルトで、ね、使ってやってるんで、なかなかなんですよ。まあまあ、いや、マフラー外した分ね、あの、ベルハンマーの被害、つかベルハンマーがね、マフラーの中まで来てると思うんだよな。チャンバーの中まで来てると思うんですよ。どっち、また向こうやね。液パイも外します。ちょっとあんまり長くなっちゃうんで止めます。はい、チャンバーまで外しましたね。チャンバーまで外しました。まあ、オイルも抜いてあります。オイルも抜いて、チャンバーも外して、何する気やねん、お前オイル交換するんちゃうんかっていうまあまあ、そうなんですけどね、オイル交換するんですよ。オイル交換をね、オイル交換するんですまあまあ、オイル交換もするんですけどね。オイル交換してるんです今そうだな。このね、午前中勝負の外せるところはね、一応ね、一回一回綺麗にやった方がいいですね。あの、綺麗に。どうしよう、これ外さなくても大丈夫かな。あとで、そういう手抜きのところがね、
そういう手抜きをするようなところがあるからあんたあれですよってせっかく新品組んだねヘッドもねエアクリーナーがね落ちてね抱きつくみたいなねそんなことになっちゃうんですよということなんですよ結局ねあのちゃんとねあの試し走行ちょっと走るんだぐらいのねところでもねつけるものはちゃんとつける外れそうなものは外しておくもしくはきちんと締めておくってことをしないと痛い目になりますねもう本当にね多分ピストン磨きは済むかな圧縮とか測ってないからね圧縮とか測ってないからなんとも言えないんですけどねでここパーキングロックのワイヤー映ってますかねワイヤーねここボルト2本でこのカバーが外れてくるんですこのちなみにパーキングワイヤーここねゴムのパッキンこのゴムのパッキンこれですねこんな感じこれでこうやって捨てるだけあの外せばすぐ分かりますこんな感じです、まあ、こんな感じかなーでこんな感じかなーで今ワイヤー緩めてありますワイヤー緩めるときね、一応こっち傾けてるんであそこにも邪気かましてフレームですねあのフレームに邪気かけときゃ間違いないんで倒れないようになってますなってまーすあーしんどい暑いわんであ全然外してないからすごいなでこれでパーキングワイヤー外れました、まあ、交換するときはねずっと上の方まで向こうね、まあ、今日そこまでやってたら多分午前中どころの話じゃないんでここねここ六角ですここだけ六角この当たり止めみたいな感じでこれも止まってるんですけどでここオイルシールここからよくあのデフオイルが漏れてたりするらしいですらしいです排気上がってるなあーもう年寄りだね息上がってるで漏れるらしいですでもこれ新品に書いてあるんで差しのは大丈夫ですオイル交換ですね。やりすぎオイル交換。ここは8ミリ、5ミリ、8。エンジン温めてないんで、で開けます。もうずいぶん前、1年前に開けたきりですからね。1本これ長さ違う長さ違うんでしたっけどうでしたっけもう忘れちゃいましたね忘れちゃいました2本これが午前中にオイル交換まで終わればあとヘッドを1回開けて3本目緩めて確かねここもね外さないとねあの整備所ないんで整備所ないんでね適当にやってるんでああ入らんな5本かな 8の頭の分が5本ですねああオイル温まってないからこれ開けてもダーって出てくるかな出てきそうな感じするな出てきそうな感じするな一応さっきしばらくほっといてしばらくっつうか出てこなくなるまでほっといてあれなんですけどここもね一応ね万年ガスケットになったらいいなぐらいでね
なったらいいなぐらいでやってあるんですけどね。よっこいしょ。やってあるんですけど、多分ひっついちゃってんだろうな。多分ね、ひっついちゃってる気するんですよ。もう。5ミリ。あのね、雨降る前にと思って急いでやってるんですよね。急いで。焦る必要ないんですけど、雨降ったって気がつかないふりして、もうびっちゃびちゃになりながらやったらいいんですけどね。よっしゃ。あ、出てくるんだ。新聞。するんでしょうね、多分ね。あ、もうブレーキワイヤー取ろう。そう、何年からな、初めからな、ちゃんとそんなん取っといたらええねや。どんな作業でもね、そうやってどっか、ここは大丈夫じゃねえみたいな感じで手抜こうとするやろ。その気持ちがもうあかんねんって思ってる人いるでしょ。一回つけるときでいいや。邪魔やな。よいしょ。これか。これ何ミリ？シルガー。12ですね。ここ12。オイル交換してます今。オイル交換ですよ。オイル交換で、ね。オイル交換中です。オイル交換中です。これもバンバン外しちゃって大丈夫だったと思います。確かね、これね、こうほら。ちゃんとはまるところにしかはまらないような形になってます。うん、だからバンバン外しちゃって大丈夫です。で、ここ六角。六角がないんだ。六角、これあれでしょう、マフラーと違うよね。当たり前じゃあって、もう一個小さいわ。ちょっと工具探しに行ってきまーす。あと、意外と簡単にありました。意外と簡単にありましたね。意外と簡単にありましたよ。外しました。で、なくさないようにね。なくさないようにしましょう。何のボルトだったっけ？あ、これあれや。なくさないようにしましょうって言ってるそばからカバーあらへん。カバーどこやった？カバーがあらへん。あ、これや、これ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 ね、これどうですね。こうやってちゃんと分かるようにね。慌ててやるとね、ろくなことないんですよ。でも慌ててやっちゃやらないとね、慌ててやらないと雨降ってきちゃうんでね。これがここのナットや。そうやな。よしよし。よしよし。これもね、緩めた状態で、これ突っ込むと、あれ、ここ長えな。ここ長いわ。これ入れ間違えてんじゃないの？
違ったじゃん。これここだ多分。前回入れ間違えてる 感がありますね。長いのここじゃないの？そんな感じするわ。まあいいや。これ外れます。あ、外れた。結構オイルきっちり抜いてもこれだけまだ出てきます。ね、出てきますね。これだけまだ出てくるんですよ。だからあんなちっちゃい穴からね、よくねオイルきれいにしようと思ってエアー吹き込んだりなんかいろいろやる人いますけど、やんない方がいいです。やるんだったらフラッシング、まあここにデフにフラ、これにフラッシングどうかなと思うけど、吹き込むとか無理やり奥に押し入れるみたいな作業はオイル交換の時しない方がいいです。中身こんなになってるんで、狭いところにどん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 ゴミ入ってっちゃうんでね。やるんだったらきちんとこう一回ぐるぐる回して洗ってみたいな作業をすればいいんですけど、やたら取ってつけたような、上からチェックボルトのところからエアー吹き込むとか、まあまあブレーキクリーナー吹き込む人いないと思うんですけど、まあエアーでしょうね。はやらない方がいいです。もうこういう細かいところにいっぱい、もし鉄粉があるんだったら、どん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 噛み込んでっちゃう可能性があるんで、それだったらもうオイル交換をうまめに、月に2回も3回も4回も5回も金が許す限りやった方が綺麗にはなりますよっていう話ですね。綺麗やな、綺麗なんですけど、綺麗なんですけど、ここのワッシャーやな、こんな感じです。こんな感じです。あ、ガスケット生きてる、綺麗に取れた。このままいけんな、このままいけますわ。よいしょ、オイル交換中です。何度も言いますけどオイル交換中です。オイル交換中、まずはオイル交換中です。洗っちゃいましょう。オイル交換中、ついで、この鉄のスペーサー、オイルシールの蓋です。すげえゴミ溜まってんな。よしよし、こっち向けて、はい、この中も洗っちゃいます。ここにくっついてた鉄の蓋、ここのオイルシールの蓋ですね、ここです。圧入したんだけど、すごいですね。ベアリングもよく回りますね。
ちょっとあるんですけど、これまだ使えるんで使いますね。使いますね。これあれだな。ゾイル入れてるんですよ。ゾイル。ゾイル。ぽいな。やってももったいないんで、あ、画面汚くなりました。シプシプシプシ吹いてるから携帯壊れますよ。携帯電話壊れますよ。お兄さん壊れますよね。なりました。です。これタイヤのハブで、ハブってあの、なんていうの、こうですね。うん、で何しようとしたんだっけな。でここにワッシャー1枚、ギアのワッシャーでしょ。でここ、ここもね、わかるかな。わかりますか。これで映りますか。ここあのほら反対側のスプリングが効いてるのと一緒です。こうやって外します。これでロック解放、これでパーキングロックですね。これね、こう外れます。外れるんです。外れません。パーキングロック解放です。取れました。それでずっとほったらかしにしてね、パーキングロック傷んでたんですよ、私のやつ。あれ、あの力でグッと押すと走っちゃうんですよ。走っちゃうんです。走っちゃうんで中古で買ったんですけど、あれあんまり変わんねえな。これはね、なんかここがね、傷んでたんですよね。と思って買ったんですけど、あれ、あんまり変わんねえな。え？あれ、まあ、あれ、どうしようかな。あれららららなんか傷んでたんだよな。この噛み込むところが傷んでたんだけど、傷んでたんだけど傷んでないの。あれ
力で押すとね、走ってっちゃうんですか、みんな。今、オイル交換作業中ですね。オイル交換作業中なんですけど、ついでに、パーキングロックギアっていうんですか、それを交換しておこうと思ったんですよ。したら、大して傷んでねえな。あれ前、えらいすり減ってたような気がして、しょうがねえなと思う。あ、違う、ここ。変わらんな。これ、ここ分かります？このチェーンがあって、ここ、ほら、新品をね見たことないんで、ちょっと分かんないんですけどね。ここ削れてるでしょ。どういうこと？こう当たるから？違うな。ただね、こっち見てもね、買ったやつ、中古で買ったやつ見てもあんまりいい状態じゃない。ここ削れてもあんまりいいのかな、いいんですかね、良くないですよね。これここの奥のギアのところのロックですもんね、これね。奥のギアのところのロックですもんね。同じような感じで削れてんだよな。新品がどれぐらいあるかですよね。新品が、チェーンはみたいにして抜くの、まあ、全部抜いてもいいんですけど、ちょっとめんどくさいんで。まだめんどくさがってるとろくな目に合わんよ。ここで奥のこのここのね、一番溝がでかいギアがあるんですけど、そこでパーキングロックしてるんですけど、中古で買ったやつも同じような感じですが、新品で買わなきゃダメなのか。新品で買わなきゃダメなんだ。このギアね、この形で行くところのこの形、この出っ張り、ここの摩耗でロックが効く効かないが出てくるんで、ここですかね。ヤフオクのね、画面ね、ガン見したってね、わかんないですよね。わかんないですよ。まあ、だな、あんまりいい状態じゃないのかな、どうなんだろう。実際ね、手で力をいっぱいでもないんですけど、押すと走っちゃうんです。みんなそんな感じですか、そんなもんなんですか、これ。オイル交換作業中です。オイル交換作業中ですと、まあ、じゃあ全部取ってもいいんですけどね。ちなみにこれ圧入じゃないです、抜けるはずです。あれ抜けてこないってことは、あ、じゃあ反対側のタイヤも外さないと抜けてこないんで、そういうことです。まあまあ、あの全貌、昔のね、古い動画ね、すごい見づらいんですよね。自分で見ても見づらいと思うわ。
ル交換中っすね。オイル交換中でーす。よっしゃ、いいや。せっかく買ったから、ちなみにこれ中期後期とか分かんないで買ってます。パーキングロックのこのギアね、このギア中期後期とか分かんないで買ってますけど、合いますね。今入れたけど入りましたもんね。しっかり大丈夫ですとは言えない。どうしよう、ほらここまた元のやつ使っときますか。はあ、どうしようかね。ここノックピンね、ノックピン、1箇所、2箇所、ここにもある。これ多分反対側の方に、ケースの方に行ってますわ。あー、どうしよう。このノックピン抜こうと思ったら抜けます。あ、抜けてますね。これノックピン抜けました。出しておきます。いや。一回手洗ってくか。動画止めます。見てます。こここの状態で外したときに注意するのはノックピンと。このワッシャー、ここワッシャー1枚入って、これね、全部外すと向こう側にも入ってたと思います。ただ今回全部ばらさないんで、ここだけ、オイル交換中です。オイル交換なんでね。いやー、全然関係ないんですけど、見てください。アリが、これ木どかしたんですよ。もうね、春先はね、もうね、田舎もんだからね、虫が多くて、ね、これやべ、すっげーいる。あ、やべ、作業どころじゃないよ、こんなの。なんかちっちゃいアリがいっぱいいんなと思ってたんですよ。マジか、緊張で死なないんですよ。緊張で死なないんですよ、全然。マジか、もういいや。もういい。いやー、もうすっ、もうね、いろんなものがね、春ですよね、もう本当に。本当に。まあ、しょうがない。ほんで、組み付け前に、ツーストオイルでも何でもいいっす。ブレーキクリーナーで綺麗に今オイル流しちゃったんで、あれで初期動作を行うとあんまりいいことないです。いや、別にそんなやらんでも大丈夫かもしれないですけどってことですよね。知れないですけど、やっと初期動作する前にいっぺんね、オイルが切れてたらそこが傷みますんで、油取ったら新しい油つける。知ってるわ、そんなことは。で、今オイル交換中です。で、オイル交換中なんですけど、で、ちょっとね、あんまりね、このパーキングロック、いや、ついでオイル交換のついでにやろうと思ったんですけど、状態的に買った、やっぱ中古買ってますからね、あんまり変わらないと。問題はここ、ここの、こ
ここですね、買うときここのギアのすり減り具合で、こっちのギアの溝もね深いんで、多分ねよっぽどのことがない限り大丈夫だと思うんですけどね、このギア自体は。ただあの新品の状態知らないんで、あの前に押すと走っちゃうんです。いや、坂道で止めとこうと思ったら止まるんです。力でガリガリガリってやると、あの前に走っちゃうんですよ。ガガガガガって言いながらワイヤー強くしてもね。それがずっと気になってて、で前に上げた時にここのギアのすり減りかなと思ったんですけど、買ったやつもみんななってますね。多分皆さんのやつもあれじゃないですか、走っちゃうないですか、少しぐらいだったら。あの頑張るほどでもないんだけどな、動いちゃうんですよ、ロックギア。だからなんつうんだろう、支障のない程度の滑り始めだから、次オイル交換するときに、これこんな感じですね。このピンがここキツキツだから、こうバネでもなんでもないんですけど、こう部屋が噛み込んでる感じします。いい感じです。でこれがここ、先にこのギアを入れると、先にこのギアを入れて、これでこういう感じです。だからあのガスケットさえ切らなければ、このロックギア、まあ大ごとですけどね、なんてことのない作業です。あーマジか、失敗したな。でこのスプリングもね、こう引っ掛けるようになってるんで、こっち側にあのバネが引っ掛かるようになってます。で、あのさっき撮った時の動画と一緒ですね。引っ掛けてのこのワイヤーをね、グリッと、あの向こう側と一緒です。こんなようなところありましたよね、どっかね。キックギア側でしたっけ、こうしまい込む感じですね。これでロックギア、これだけですね。こんな感じです。うん、合ってると思う、合ってる。これしか外してないし。でロックギア買ったのはどうしよう、まあ安かったですけどね、 100円だったから、100円のを買ったお前が悪いって話ですよね。あベルハマ馴染んだかな。よし、まあまあオイル交換ですね。やりすぎオイル交換です。そこまでするか。でガスケット、一応面出ししません。特に何もしてないんで、ガスケットも向こうへばりついてないんで、ここオイルシールあるんで、オイルシールのところだけグリス、まあ、滑りが良くなるようにグリス塗ってください。あの近くに油があったんで油さしただけです。で中は一応あの初期動作のために、ベルハンマー、何でもいいです。あの前はゾイル使ってますけど、今ちょっと近くにベルハンマーあったんで、ベルハンマー使っただけです。でボルトの長さ、あれ俺これ間違えてるような気が、あのなんか1本だけ長いですね。1本だけ長い、多分こう上じゃねえかなと思うんだよな、下かな。ただあの頭の出具合が
大体閉まればいいです。そんなもんかな。あとね、万年大体で頭の出方で大体。まあ、開けたから前の動画にも上げてるんですよね。あの純正のねオイルドローエンボルトもちょっとせっかくなんでそんなに開けるかな、どうなんだ、新しいの買う気持ちになってないんだよなっていうかね、あのここしばらくずっとジャイロやってなくて自粛ばっかりやってないでジャイロやってくださいなんて言われちゃったもんだから、ちょっとねやったちょっとずらいやらなきゃいけないのかったんですけどね、あやっぱね雨とか風とかにすぐ負けちゃう人なんですよ意外と簡単にあっさり負けるんですよいしょ、もう一回撮りましょうか。何回も抜き差ししてたらダメになっちゃうかな。オイルシール。まあ大丈夫でしょ。あ、抜けてきちゃった。いや、さっきあれやんか。どう思います？まあいいや。ドレンボルトがね、ここの下か、ここですね。ドレンボルト、ここ。わかります。この中にあるんですけど。ああ、結構ね、長いボルトいけるんですよ。その寸法を測って、記録として残しておこうかなと思ったけど、前のやつ、もう自分でもね、適当に動画上げすぎてるんで、測ってね、やってあるのはあるんです。やってあるのはあるんですけど、自分でもどこにどの動画だったか分かってないんですよ。ただあの長い前の多分デフあたりでやってるはずなんだよな。あのこのドローエンボルトね舐めちゃってるからね。舐めちゃってて長いボルトに変えるのに何センチ何ミリぐらい長くできるかなと思ってやったんですけど、この奥なんですよね。だから特にね干渉するとこもないからちょっとぐらい出ても大丈夫っぽいは大丈夫っぽいですけどね。でつらつらに持っていくのにあれですね、なんていうんですか、5ミリだから純正のねとりあえずねオイルドレンボルトがえらい短いんですよ。いや、あ外しちゃったよ。めんどくさくなったんで、めんどくさいっつうか、まあいいや、ということです。何言ってるかわかんねえよって、いや、あの気持ちだけ汲んでください。せっかく外したの撮ったんで、今測ろうかなと思ったけど、なんかもうちょっと雨降ってきそうな感じがしなくも、なきにしもあらずで、俺しつけたよね、バネね、バネつけてました？つけてるつけてる。気にしますね。慌ててやるとね、なんかワッシャー OK でしょ、バネ OK でしょ。これが外れてきて、これね、あのオイルシールのところ、パーキングロックのオイルシールの裏の押さえですね。なんでやねん。優しく入れや入ります。ああ、ネジ落ちちゃった。
ドロドロになっちゃったな。ズイルやな。あれ。グリスが溜まっちゃったような。古いグリスがね、溜まっちゃってたんだっす。ここ封入式のあれで特にベアリング入ってないからいらねっちゃいらねえんだけど。グリスあるんでグリス入れときますか。新しいの。カメラに当たっちゃうとあれですよね。いっか。ワッシャーも入ってる。慌ててやっても危ないことないからね。入りました。よいしょ。これってここじゃないですよね。これね、ここマフラーここじゃないの。ああ、ブレーキシューもベトベトになっちゃいましたよ。まいったな。
いいか。問題はオイル漏れてこなきゃいいから。っていうような感じです。やりすぎオイル交換ですね。そこまでするのか。ここってあれですよね、チャンバーのあれが来るとこですもんね。チャンバーのネジの位置ですよね。これ違いましたっけ、ね、こっちか。ここあれ分かんなくなっちゃったな。こっちに刺さってたような気がしなくもないんだよな。アリがあかんわ。すっげえびっくりしたわ。緊張かけても死なへん。緊張かけても死なへん。どこや、はあ、ここがマフラーか。ここ、こっちや。ここチャンバーの共締め。汚ねえな。やばい、パーツクリーナー足らんぞ。はい、ああ、やっぱここじゃねえわ。前の下で良かったのに、下で良かったんだと思いますわ。このさっきは変えたでしょ。入っていいか。これぴったりや。ここでいいね。でこれ下や。綺麗にしてからね、ネジとかも綺麗にしてからやった方がいいですよ。やるんだったら。ちょっと今ね、パーツクリーナーがね、買ってないんですよ。パーツクリーナーはない。ちょっとあるんですけど。綺麗に作業していかないとね、あのいろんなところのミスがわからないからね。ミスっていうか、あのミスはミス、間違いは間違えちゃったりするんですけどね。あの不具合、なんて言っていいですか、なんつったらいいですか、不具合、なんて言ったらいいんですかね、不具合、あのオイル漏れとかそういった類のやつはね、清潔にしとくだけでも分かるんでね、まあ、何しかあの 清潔にしながら、きれいにしながら作業できるもんならやった方がいいです。トルクレンチあるんですけど、あの使いません。使いなさいよ、トルクレンチ。本当にね。出してくるのがめんどくさいんですよ。対角大体あの均等に
体格、体格っていうか体格にないじゃねえかって思ったことありません？そう、体格にないんですよ、大体のものは。だからあのイメージとしてね、全体的に押し付けていく感じ、同じ圧力で、じゃないとガスケットとかシワ寄っちゃったりするところはするじゃないですか。なんとなくわかります。一箇所ばっかり締めてるとそこばっかり決まっちゃって、あの遊びがなくなるじゃないですか。だから全体的に遊びを作りながらゆっくり押し付けていくイメージでネジを締めてます。で、規定トルクあると思うんですけど、その規定トルクでやってください。いいかなと思ったら全体を締めるみたいな感じですかね。あとトルクはね、あの頭8ミリで母材が、まあ、メーカー指定とどうだかあれですけど、ネットで調べると出てきますよ。頭の8ミリネジのトルクみたいなのがね、出てきますわ。どうでしたっけ。アリンコまだおるわ、えらいことになってるわ。で、これ半月板、あのなんつうの、かまぼこ板みたいになってるんで、かまぼこ板みたいになってるんで、どこやろうか、こうか、入るとこにしか入らない感じです。この辺違うところ入れてみましょうか。入らないでしょ、違うところ入らないです。入るところにしか入らない感じですね。入るところにしか入らない。で、この位置ね、あ、ダメだ、やっぱブレーキクリーナーで洗いながら入れないと、ここでこんなところで手抜いてネジがネジ潰れたらえらいことや。こんな感じですかね。動作確認。手じゃねえ、手でも動くんですけど親指が痛いですよ。動きますね。よっしゃ、ブレーキクリーナー買ってくか、とりあえず。しょうがねえし。ブレーキクリーナー買ってきました。ブレーキクリーナーね、これ税込みの199円ですよ。これ、売ってる場所はあのトライアルなんですけど。無駄遣いでライオイルついちゃいましたからね。
でしょう。でここは閉めて、これ全部閉めて、トミリこれかな、違うトミリじゃない、バタバタバタってやって、そういつものこうダラダラ感がないですよね。なんとかあの雨が降る前、今11時半頃ですか、よし、ここもあのトルクレンチあると思います。トルクレンチじゃない、トルクレンチとか、トルク、規定トルク、あの多分全て規定トルクあると思いますけど使いません、ね、トルクレンチ使いません。気になる方使ってください。動きますね、ここの当たり止めの役目もしてますね、これ、ここのねネジがこう、こんな感じです。で、あのね、植木を買いながらね悩んだんですけど、皆さんのあれですか、皆さんのあのキャノピー、ある程度力入れると前進んじゃいます、ガチャガタガタっつって、ここのワイヤーが緩いんじゃねえかって言うと思うんですけど、こっちのね調整の、いやそんなに緩くないんですよ、結構締まってる方だと思うんですけど、で考えたんですよ、考えたんですけど、多分これがあの今回交換しなかったんですよ、結局元のやつ使ってるんですけど、これすり減るんだったらこれなんですよね、ここの部分のこれ、ただ同じような状態なんで、でギアの方も深いんで、なんかねさっき開けた映像の中の、だから多分このバネの力を超えた、このバネの力ね、これこのバネ自体はこう、こう入ってここでこう止まる感じですよね。でこれがあのケースに引っ掛けるバネになるんですけど、結局このバネの力を超えた荷重で押せばパーキングロック無視してガタガタって動くってことですよね、結局ね。そういう理解でいいんですかね。だから別に壊れてるわけじゃない。まあ、現にあの別に強風に煽られたり坂道で止まらないとかそういうわけじゃないんですよ。ガッて押すとガガッて動いちゃうですよね。ちょっと後でもう一回あそこ、あっちのワイヤー、せっかくここまでやってるんでワイヤーの調整のあれもちょっと見てみたい、見るんですけど。見てみたいじゃなくて見るんですけどね、多分そうなんじゃねえかなと思うんだよな。あのスイング、あの横方向もこう手でバンと押すとそのままガタ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 って倒れちゃうんですよそれなら、それね最近の話じゃなくて、これ買った時からそうで、まあ、走りに支障がねえからほっといてるだけなんですけど、新聞書いて走るに支障がないからね、ほっといてるっていうか、あの支障がないんですよね、あんまり。ただガンってやった時にガタ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 って倒れちゃうんですよ。よっかかったりなんだりすると倒れてっちゃう感じですかね。まあ、そのところもちょっとまだ全然手つけられないですよ、時間がなくて。あれ、ここのゴムがなくなっとる。うわマジか、
た。ここのゴムがなくなってるわ、ゴミ。あ、違う。なくていいね。こっちにつけたんや。あ、びっくりした。こんなゴムでもね、買うとお金かかりますからね。ここね、ここのゴム。ここのゴムっすね。ここのゴム。これ、ここにゴミが入らんようになってるやつなんで、結構重要です。ここね、ここゴムをポコって噛み込ませてるだけです。あった方がいいですよ、絶対ゴミ入るんで。これも全部、この辺全部新品に、1年前に新品に変えてるんですよ。こうですね、こんな感じで入ります。で、ワイヤーがあそこに噛んでることを前提にね、確認して、どこだ、ここか。え、こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じですね。ちなみにこれ、オイル交換ですから、オイル交換動画です。オイル交換動画です。オイル交換動画ですよ。ね、もっと簡単なオイル交換の仕方の動画は他にいっぱいあるんで。かね、これね、買ってからね、まともにオイル交換っていう、やったかな、だいたいなんかをかつい、なんかのついでにオイル交換してるんですよ。どれパッどうすか、ワイヤー張った感じっすか。パーキングロック効きました。わかんねえな。今パーキングロックかけた状態です。いや、とりあえず、どうしようか。何、フリーズしちゃいましたね。とりあえずオイル入れようかな。オイル入れて、オイル漏れのチェックとかしなきゃいけないしね。大丈夫だと思うんですけどね。一応ね、自分のやった作業でね、しばらく動かさない。まだちょっとまだ動かさないんですけどね。動かす。いっか。よしよし、オイル入れようか。オイル入れます。よーし。はい、オイル入れまーす。ここですね。さっき下から抜いて、で、ドルエンバッシャーを変えてないんだよな。ドルエンワッシャーじゃない。そう、ドルエンワッシャー。ドルエンワッシャーもね、ここ買ってすぐ、オイル交換しようと思って、純正のオイル交換を抜いたんです。抜いたはいいんだけど、全部じゃない、真ん中で、ね、中抜けしてるんですよ、ネジ山が。で、もうその時点で、うわ、もうダメだと思って、とんでもねえもの買ってしまったと思ってたんですよね。で、なんとか今これですね、この長さ、磁石付きを使ってます。で、これは鉄のやつ、長めの
なんとか止めようと思って鉄のやつ。鉄のやつね。鉄のやつで長いやつ突っ込んだらあのオイル漏れ止まったんで、で今に至ってます。あの鉄の時にね、なんだっけな、銅とかね、アルミとかね、いろんなのね、二重、銅はだ、あれ、なんだっけ、アルミ、何しかね、いろいろやってダメだったんですよ。止まらん、止まらんやって。で結局長くして止まったんですね。何言ってるか分かんないですよね。で、これ、使ってます。ドレンワッシャー。ドレンワッシャーね。毎回交換ですね。これ毎回交換しなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあいいや、なんか入れてから、あ、持ってきた、じゃあちょっとややこしいんで、まずオイルを入れなきゃいけないもんで、ね、オイルを入れるからあの出てくるところは閉めとかなきゃダメですね。知っとるわ当たり前じゃろそんなの、お前に言われたんだ今のってことですよね。そうなんです。あの下のねボルトのねあの開けっぱなしだとね出てきちゃいますからね、オイルね。まず閉めます。あ、でも今回綺麗でしたね。鉄粉もあんまりなくて。ちなみに1年オイル交換してないです。多分ね、あのヘドロっぽかったのはほどほどにね締め、このオイル一番気使うのここですね。オイルのドレン、ドレンのねトルクレンチ持ってる人、トルクレンチでやった方がいいですよ。あの締めるときはいいんですよ。今度次開けるときね、引っ張ってきちゃうときあるんで、そしたらもうリコイルとかもっとややこしいことになっちゃうと思うんで、ここトルクレンチ、トルク管理、まだ綺麗、まだネジ山が綺麗な方、もう僕のあのネジ山引っ張ってきちゃってるんで、あのどうしようもないからね、トルクレンチなんか使ったってね、漏れないように、これであの漏れてきたらちょっと増し締めする感じですね、自分のやり方だと。今日ちょっとまだ雨降る様子ないんですけどね。よっしゃ、こっち入れる方ですね。入れる方もね、入れる方です。あ、ワッシャー2枚ぐらい使って、こんな長いの使ってます。これはこのままいきましょう。大丈夫だと思うわ。あ、そっかそっか、鉄粉もあんまりなくてね、ちょうどよかったです。あんまり鉄粉とかね多かったらね、もう中のギアなんか摩耗してる可能性あるんでね、開けた方がいいですよ。ギアそんなにね鉄粉なんかつくもんじゃないですよ。あのヘドロみたいなのがいっぱいついてたんですけど、あれ多分ね、あのゾイルだと思うんですよね、あれね。規定量いくつでしたっけ？規定量がオイル交換時 0.39 です。 0.39 200 400、だから空っぽだと400入れろって書いてある。あまりね、あれですよ、なんかもう中腰でやってるから腰が痛い、腰が痛いんですよ。こういうように入れてやってます。これ400測れるやつなんですけど、
あんまりよくありません。出が悪いっす。溢れるまで入れます、私の場合。エンジンオイルじゃないですからね。これ使ってるのはヤマハのギアオイル、ヤマルーブのギアオイルですね。評判がいいんですよ。はあ、抱きつきも直さなきゃいけないんだけどな。今日できそうって違うのよ。どうなのこれね。動画編集はね、1時間ぐらいの動画だと1時間やっぱりかかるんですよね。お前がだらだら喋ってくからそれぐらい長くなるんだろうって。そうなんですけどね、他の人のようにね。こんなオイル交換でもう今どれぐらいの時間撮ってるんですかね。1時間ぐらい撮ってます。オイル交換1時間1時間オイル交換の1時間動画なんか誰が見んだよって話。まあそういうことですよね。1時間オイル交換って1時間もかかる。あ、でもな、かかるんじゃないですか。抜いて入れるだけ。あ、そっか、かかんないか。わかんないですけどね。そうそう、あとこんなちっちゃいとこからね、オイル、残ったオイル出そうと思ってね、エアーとかで拭かない方がいいですよ、絶対。やるんだったらきちんとオイルを循環させて洗い流す感じじゃないと。さっき中開けたと思うんですけど、中複雑な構造なんで、そんなにね、エアーで拭いたぐらいじゃ出てきません、ゴミなんか。逆に詰まってっちゃいます、奥に、どん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 。そういうのはやめた方がいいです。やるんだったら、一回交換して、しばらく走って、もう一回交換するみたいな感じで、こう、まあ、オイルちょっと大量に使うんですけど、大量でもないでね、800、3回、4回使うんですけどね。じゃないと、変にベアリングの細かいとこまで押し込む形になっちゃうんで、いいことないですよ。チェンジャーみたいなのがもしあってね、こうやって循環させて中のオイルが綺麗になるまで循環させるみたいなことができれば、それはそれでいいかもしれないですけど、それやるんだったらこの開けて全部開けちゃって洗っちゃった方が早い、安いって感じですかね。で、今400、これ400入れてます。多分ね、これね、溢れてきますよ。で、出てくるでしょ。出てきたら、規定量は、3.9 です。400入ってるんで、出てきたら閉めると。出てくるまで入れてください。それかちゃんときっちり測って入れてくださいっていうことでしょうか。ここ14、よいしょ、しまった。はい、これでオイル交換作業が終わりました。オイル交換作業、もうこういう風になっちゃった時点でもうあれですよ、完了ですってね、スマホが言ってますよ。完了ですってスマホが言ってますね。はい、オイル交換完了ですと。はあ、今何時？まあ昼前。まあとりあえずオイル交換動画1本撮りましたと。これでいいや。大体終わったもんな。気になるパーキングロックも行けましたと。結局パーキングロック交換しなかったんですよね。あんまり変わらなかったと、買ってきたやつと。そういうことですね。あとは妻はね、気になるとこあったんですけどね、それはもう見て見ぬふりですね。ベアリング変えたばっか、なんかちょっとね、ここのベアリングのね、動き悪いなとは思ったのは思ったんですよね。そんなちょっと交換、まあ、冷蔵庫に冷えてるのは冷えてるんですけど、次回ですね。次回つか、また今度はやろうかなと思った時ですね。変えたばっかりですからね、ベアリング自体はまだ使って半年使ってるか使ってないかな。だから半年ぐらい前に
動画上げてんのかな、上げてんのかな。どうだろう、どうなんだろう、日付的なものもちょっと分かんないですね。まあいいか。よしよし、こんな感じです、こんな感じですよ。で仕上げはこんな感じですね。じゃあちょっと最後まで組んでいきますか。オイル交換、やりすぎオイル交換ですね。オイルやりすぎオイル交換は完了です。あ、だんだん。やりすぎ。どうですか、あんまり時間かかんないでしょ。動画を撮りながらでもこの辺ぐらいだったらちゃちゃちゃといける感じか。ネジもね、これね、もう雨降るのが怖くてさ、バタ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 っとやっちゃってる感じなんですけど、ちょっと気持ちいつもより早口ですもんね。スカスカやな。あれ？俺つけんの間違えてる？何よ？間違いようがあらへんがな。なんでこれこんなスカスカな？なんでよ。なんでよ。なんでこれこんなスカスカな？なんでこれブレーキワイヤー切れたんちゃうやろな。マジか。もう一段差って、また一段。このブレーキワイヤーは購入してから変えてない、変えてないけど、いや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 、いやでも来た時ボロボロだったからな、切れたんちゃうよな。頼むわ。あ、違う、違うよ、違う。ええー、ねえー、ねここと、ここ通さんからそういう、こういう今のような状態になるんちゃうの。そうやんか、ここを通さないからそういう風になるんやんか。もうしょうもないやろ、しょうもない、しょうもない、ほんましょうもない言われんで。そう、はあ、もう疲れてきたわ。こんな感じですかね。そうそう、これだって一緒じゃないの、だってこれだって一緒じゃないの、一緒じゃないよ。そこちゃんと通さなきゃダメだよ。あそこ通さないから全然スカスカとかなるんでしょうよ。ね、皆さんもね、あーなりますよね。なるか、お前だけじゃ。言われちゃうよ、言われちゃうよ。あ、聞いた聞いた。あー、びっくりした。ちゃんとね、落ち着いてね、落ち着いて作業しましょうね。あー、そしたらあれがな、パーキングロックワイヤーが、そうか、多分他の車両も、多分皆さん他の人の車どうですか、やっぱ押すと動いちゃいますかね。押すと動いちゃうでしょう、多分みんな他の人の。もうそんなことないですか、多分動いちゃうと思うんだよな。
かやで。なんでや。やめてやもん。ワイヤー切れたとか。何もなったっけ。悪いで。なもんか。で、あれをかぶせたら効くんかな。で、あれやな。締めすぎたらあれカバーかぶらんや。まあいいや。もう覚えてましたもんね。そんで、とりあえず。オイル漏れの確認と油をよく取っておかないとブレーキ効かなくなりますからね。すぐ効かなくなりますよ、ブレーキ。油が乗っかってからね。で、オイル漏れチェックするんで、今オイル入ってるんで、このまま1日置きます。1日置くんで、1日置かなくても大丈夫です。ただ、今回別に明日にはもうすぐ乗らなきゃいけないっていう状況じゃないから。ちょっと余裕かまして、1日ぐらい置いといたっていいんじゃねと思ってるだけですんで。で、ここね、さっき、豆に外してればいいですけど、ここグリス入れときますわ。何が錆が原因だと思うんですよ。抜きづらかったから。バネのところにどこでしょうか、少し。錆びてた。あまり塗ったらね、またね、飛び散って、どのこうのってなっちゃうとあれなんで、ブレーキが効かなくなるじゃんか。話になったらあれですけど。これぐらいなら大丈夫な範囲だと思いますわ。この中もね、きれいにして、で、中に、この中に表示されてますからね、開けると分かりますわ。この使用限界っていうんですか、使用限界。使用限界測ったところでっていう話で、新しいの別にないんで測りません。使用限界言ってたらどうしようってなっちゃうから。で、今まで普通に走ってんねんから特別問題はないでしょうということですね。で、勝手に解釈して確認しません。この右側ってあんまり外さないんですよね。外すことがない。で、また懲りずにインパクトで私は締めますと。インパクトで締めたらいいことないですよ、あんまりね。
いいことないです。インパクトで締めるといいことないです。しかもグリス入れてるから結構な勢いで締まっていきますよ、きっと。よっしゃ、こんな感じでーす。よしよし。ブレーキの方も大丈夫です。効いてますね。効いてますとはオイルチェック、オイル漏れがあるかないかですね。あるかないか確認か。まあ、質問あれば、分かる範囲でお答えします。